よし、やっていきましょう。ブラッディールームっていうフリーホラーゲームのティーザーをやっていきたいと思います。で、ゲームのページによると、ということで、なんか短いホラーゲームっぽいんで、もう早速ね、やっていきたいと思います。スタート。あ、がっつり家の中だね。ただ暗い。フラッシュライトとかはない。うん。走りとかもないね。何の音？あれ？これはもしや。あった。フラッシュライトあったけど、それよりも、PT ではないよね。ブラッディールームだもんね。開かないわ。開きません。うわ、何これ？これか？ハエ？なんか、嫌だ。リアルな、ハエ。はい。いますよ。あ、ラジオ？いや、でも開かないよ。うん、これ開かないんだ。なんか音楽鳴ってるけど、開かない。あ、ちょっと待ってね。暗い。いくら懐中電灯があるとはいえ、暗いよ。外めっちゃ雨降ってる。出たよ、こういうさ、ホラーゲームのわけわかんないリアルな写真。あ、なんかちょっと PT っぽいような気もするな。BR？ ブラッディールーム？ BR？ ゆっくり降りていくしかない。いや、蚊みたいな。ちょっとモスキート音やめて。いきます。おお、あ、違う。ループものかなと思ったら、普通に部屋をさまよってただけだったんだ。で、何かあったね。これはメモ。何の音？大丈夫か？急に来るから、もう身構えております。Forgive me, Maria。Forgive me, Rose。マリアとローズがいる。マリア？シーナ？進撃？何の音これさっきから。ここなんだろうね？地下か？地下のワークショップ。何か作業するとこだった。あ、鍵あったわ。あの場所の鍵だ。バスルームキーだったんだ。これ大丈夫？取って。取った後に来る。で、ちょっと。あ、いや、ちょっと早く走れるわ。シフトキーでちょっとだけ早く走れたわ。うん。よかったよかった。だけど、ちょっとゆっくり来て。もういいぞ。来るぞ。そろそろ大きいのが来そう。ここ開いたっけ、そういえば。あ、ここ開いた。ここだったんだ。バスルーム。絶対そこにいるっしょ。ここ何かあるか。このロッカーっぽいやつ開かない。行きますよ。絶対そこにいる。いる。行ってくれ。腐ってる何かがあるね。ゴミ袋。いや、でも特に何もない。これ開かないもんね、このカーテン。誰か死体袋がある。死体袋があるんだな。でも何もないよね。戻る？こっちだったっけ？誰かいる？来るか？来るのか？来るんですか？なんか笑ってない？あ、出たよ。赤くなってるよ。今の女の人は誰なんだ？
怖い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 。フォーギブミー。こんなんあった。戻る戻る。ちょっと急ぐ急ぐ。開かないよね。あっちか。怖いな、もう。めっちゃ怖い。あ、ここ？結局ここ開かないのか。ここの鍵が欲しいね。てか、あっち女性行ったんじゃねえか？こっちね。ここに入ってった？バスルーム。それとも地下か。ちょっと一瞬、見ていい？いや、いないね。変わりはないから。いや、なんかちょっと変わってるけども。こっちだな。来るぞ。いや、来たんで、もう。来たんです。来る。お、びっくりした。急に。ドアが開くから。何かある？あれ？いや、特に何もないよね。うん、特に変わりはないから帰るしかない。これ読んだもんね。帰ります。こっち特に何もなかったんだ。誰かいる。やっぱここなんじゃないか。飲んでしまった。いる、絶対いる。やっぱそうじゃん。はい、くれ。おお、アメリカンウーマンマリア。あ、早かった。ちょっと機械翻訳が間に合わなかったけど。あー、13歳。過去が。これで終わりかな。いや、面白かった。めっちゃ短いホラーゲームだったけど、全然十分な怖さでサクッとホラーを体験したい人にはめっちゃ良さげなホラーでしたね。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。もしね、この動画が良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてたくさんのコメントお待ちしております。このゲームのダウンロードは下の概要欄に URL が載ってあるんで、ぜひとも皆さんプレイしてみてください。それではまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では。